皆様、ま、こんにちは大紀元ニュースです中国ではこのほど親子関係を証明する DNA 鑑定の詐欺事件が発覚しました中国市新疆報9月12日付によると業者に数千元から数万元約数万から数十万円を支払えば誰でも政府公認の DNA 鑑定証明書を取得できるということです報道によると中国の司法ダフや と呼ばれる人たちは、偽物の出生証明書を作成できるだけでなく、中国政府から認定を受けた DNA 鑑定機関と協力し、依頼者の実の子ではない子どもを依頼者と親子にすることもできるということです。報道では、ある養子縁組をした養親は、認定機関の職員を通して養女を実の子とする鑑定証明書を入手しました。 この証明書をもとに、養親は病院から出生証明書を発行してもらい、養女の戸籍を不正に取得したということです。全部で3万6千円、約56万円の費用がかかったとのことです。ダフ f 屋は通常、SNS アプリの WeChat を介して依頼者と連絡を取り合っています。違法な養子縁組であっても、養子を実の子と示す DNA 鑑定証明書を発行できます。 司法ダフ屋は宣伝文句として DNA 鑑定証明の真偽を知る第三者はいないいなと唱えています鑑定の過程においては依頼者らの立ち会いも関係者の血液サンプルの提供も配偶者や子どもの名前や指紋すら必要ない依頼者はダフ屋が提供した血液サンプル袋に適当に仮名だけを書き残せばよいと言います。 その2日後、依頼者は事前に送られた受付番号を使って、政府の紹介プラットフォーム上で DNA が一致、生物学上の親子であるという DNA 鑑定結果を確認できます。中国広東省にある公立病院の法医学鑑識機関、広東海大司法鑑定中心がこの鑑定証明書を発行しました。 同機関の関係者は新疆法の潜入記者に対して証明書自体は本物だとしましまた DNA 鑑定に関する不正行為が報道されたことを受けて中国当局者は現在調査中だにとどまり具体的な措置などには言及していません。